どうも MJ です。モッドの紹介をしていきます。で、ご紹介するモッドはですね、ザ・ネルソン・ダブルス・エレメントっていうモッドになります。こちらのモッドはですね、新たに制作者さんの手によって作成されました居住地が追加されるモッドとなっております。追加されます建物は内装などもとても作り込まれたものとなっております。もちろんですね、通常の居住地と同じ扱いとなりますので、クラフトの方も可能ですし、募集ビーコンで入植者を集めたり、入植者の移動供給ラインの方も結べるようになっております。ただですね、マップ上と入植者の移動や供給ラインを結ぶ際にはトリニティタワーの表示となります。で、こちらのモッドはですね、ダウンロードコンテンツの方も不要となっております。あとはですね、ロード順になるんですが、特に指定の方はございませんが、新たに居住地が追加されるモッドとなっておりますので、自分の場合はですね、解体モッドの下にロード順の方を置いてあります。それではですね、簡単にですが、どのような居住地が追加されたかご紹介の方をしていきます。で、新たに追加されます居住地なんですが、マップで言いますと、ダイヤモンドシティの東側にありますトリニティタワーの目の前にザ・ネルソンという居住地の方が追加されるようになります。壊れた。カードを持っていない。
簡単なご紹介となりましたが、新たに制作者さんの手によって作成されました居住地が追加されるモッドとなっております。内装などもとても作り込まれたおしゃれな居住地モッドとなっておりますので、またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね、今回はザ・ネルソン・ダブルセレメントっていうモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。